ざいす。起きてますね。起きてるよ、待ってて。ほう、今日はよろしくお願いします。お願いします。潜入完了。朝一シャワーですね。はい。今日はどんな一日ですか？最高な一日です。最近野球ブログ燃えて念者ね説上がってますけど、それについてお願いします。ああ、まあ燃えてるか燃えてないかって解釈やから。事実を見ろと。うん。お、今日は白 T ですか？今日もです。今日もですね。歯磨きの圧強。圧は強くない。どういうことですか。これが普通。うん、これ歯ブラシだけ動かしたら怖いけど、顔も動かしたら2倍こう磨けるね。それが世界基準なんですね。うん、家に突撃してからもう10分以上経ってます。うそやん。スピード感大丈夫です。そんなんだって、まだ2分ぐらい。行きましょうか。はい。社長、もう10月半ばなんですけど。はい。半袖半ズボン。はい。昨日な、全然絞れてなくて、ポージングの練習も全然できなくて、着替えも全く間に合ってない中、ボディービルの日本最高峰の大会に出場するっていう悪夢を見た。もう出勤ですか？それともなんか、はい、出勤。はい。うわ、早いですね、やっぱり。出勤とかっていう概念ないけど。そうか、行きましょう。到着しました。行きましょう。おい。おい。はい、ということでオフィス着。まあさすがに誰もいないですね。はい、では出社して何から始めるんですか？ラジオ撮るか。お、アキオレイディオ。はい、撮りましょうか。その中長期的に勝ち続ける、中長期的に、うん、次は朝ごし、腹ごしらえの朝ごし、ご飯、朝ごはんですね。今からはちょっとあれやな、瞑想や。確かにさっきラジオで結構いろいろ話しましたからね。うん、まあ一旦ラジオ投稿するわ。お願いします。はい。順調ですか？エンジニアになって、あ、最近で、そうですね、本格的に始めたのが8月から。社長、今何のお仕事されてるんですか？クラファンどうしようかなって。おお。だから後でかけるわ。あーす。はい。よっ。名となっていく中の人に売るってことなんだよ。で、ここは、なので、カイさんがリーダーじゃん。ホームランの。いや、ホームランの FAQ。社長、今からはランチ。ランチ行きましょう。行きましょう。社長、本日のランチはどちら？ワンタン麺。ワンタン麺。秋尾さん、説明お願いします。こちらはワンタン麺が美味しいお店、甲州市場です。社長、この T シャツどうしたんですか？
作りました。作った、何目的ですか？500キロ行くため。あ、じゃあビッグスリー500キロ行くまで脱がないみたいな。はい、おい、やっぱ常にこの数字をもう身につけておくことでコンフォートゾーンを常にずらすという作戦です。ありがとうございます。どうですか？迷う。もしかしてお腹いっぱいですか？お社長、こちらは？こちらトレーニングチームゴールディーン。おお、入り口はこっちですが、こっちから。おお、地下にあるんですね。あ、こっちからも、奥からも。はい、おお、まだ降りるんだ。うわ、暗い。よいしょ。おお、裏口から入りまして、廊下ですかね、これはね。おお。はい。はい、こちらカウンターになっておりますね。こちらエジプト、古代エジプトの壁画がですね、今も残されている貴重な壁になっております。で、まあこちらトレーニングスペースなんですけれども、とあとこちらですね、ポイント、この扉を全部ぶち壊しまして、はい、吹き抜けにして、ここはベンチに休憩スペース、ランナースペースも。ああ、なるほど、はい。空間デザインが素敵ですね。そして、松鏡貼るんですけれども、ここにベンチプレスのコンボラックが、で、ここにデッドリフトのプラットフォームが2個、バーバー。なるほど。そしてこちらにスクワットのラックが1個と、こちらにもラックが1個、そしてこちらにですね、ラットプルダウンとローローイン、そしてレッグプレスマシン、そしてまあここら辺にアジャスタブルベンチと、あの簡易式ダンベルが置かれている予定です。なるほど。はい、社長さん、今から何が始まるんですか？自分と向き合います。自分と向き合う、かっこいいですね。こんばんは。こんばんは。何を考えていらっしゃるんですか？え？考えてないです。別に。なるほど。っていう、そういう地道な当たり前のやるべきことをやりまくるっていうのをやりきりたいっていう。LP 作ったは作ったんですね。はい、東京ジムどんなジムなのかっていう情報は入れてて、うん、まあ、個人的にやることがあればやりたいんで、まあ、ぜひご相談ください。ジェックボックス、なんか社長、ちょっと夜になってエンジンかかった感ありますね。何回言ってよ。どうしたんですか？あ、あの YouTuber でしたよね。
静かにしてもらえますか。名前わかんないけど、メールアドレスは全部抽出できます。マジ、メールアドレスだけだったら1。社長、もう9時半っす。飯食いきませんか。行こう。めちゃめちゃやるっすね、今日。飯行きましょうや。うん。何食います？何も食いてないんだ。腹いっぱいや。前バスケットは全然買って帰るもんで、結局スーパーに行きました。サバ買えやろ、やっぱトレーニーですね。はい、社長、今日は密着ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。疲れてないです。では視聴者の皆様にコメント欲しいです。バスケに行きましょう。おお。まあ、ただまあ好きに生きたらいいんですけど、僕は ただ普通に暮らして生きるっていう生き方は僕はしたくない。おお。そんなん生きてる意味がないと思ってるんですよね。うん。そんなんじゃ生きてる意味がないと思ってるんですよね。うん。なんか違うことを、何か人と違うことをやって、うん、何かインパクト人に、世界に与えるような生き方がやっぱりしたい、うん、します。やっていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。